욕심나는 맥강. 예, 하지 마, 이제, 아이, 뭐, 하지 마, 하지 마. 이마, 우리, 뭐, 이마, 하우스로 가야지도. 파스코 가라, 세자스로 가라, 이마. 저도, 이제, 이치메들 한 거에 하나스로 가라네. 하우스에 신다. 하우스에, 난 하우스에네, 이마. 저도, 우리, 저, 아, 뭐, 저도 사, 뭐, 시세도 에라이 뭔데, 저도. 하이, 하이. 저, 다이너지 날이다, 이마게요. まあ、ほら、別館だからね、そういう、何でもありなんで。いやいや、これも収録するお前、いらんだろ、お前も。軽くな、フリートークを15分ぐらい撮りましょうよ。もう正直、この声が、うん。どれだけの音量で入っとるか知らんで、俺。え、マジか。あ、重けだもん、今。さっき言ってた。え、じゃあマイク動かせよ。え、ボソボソボソって言うけどな。で、なんでお前、別館に合わせなあかんねん、俺が。自由でいいんだろ、自由、俺自由にさせてくれやん。まあまあ、俺の方でな、まあ、林くんの方のじゃボリュームは上げるけれど。いや、そういうのやめようよ、もう。別館なら別館でさ、その何、今近づいたよ。結局近づくんかい。だから、ほん、じゃ近づく、それ近づくだろ、俺も座るときは座るよ、別館なんで自由に話していただいていいんですけれど。うん。で、あれだ、俺がまず話したいのあれや。あるんかい。いや、あってもよ、いいだろ。え、まあいいけど。うん、いい。え、てか、あれや、独身なのでさ、あれやる、やろうよ。生で、YouTube。ああ、生ね。お前だから自分のとこでやってみたら一回、チャンネル、まあ、林刑事のチャンネルで。もう俺ソロ？ソロでやるってこと？あ、いやいや、ノブさん来たらノブさんと一緒にやりゃいいし。まだ早いよ。ソロでもいいんじゃない？じゃあ、ソロで、そのコメント来る人とやりとりすれば。ああ、ソロでな。そっちのがゆったり喋れるって。もうそれでやってさ、うん、最悪のことも、俺ね、俺とお前ってさ、常に最悪のことを考えとるわけよ、頭の中に。え、そしたら俺が、ハンドルネーム変えて参加してってやるよ。いや、ハンドルネーム変える必要ねえだろ。白石舞っていう名前で参加してやるよ。え、どういうことそれ、なんで白石舞、白石舞聞いたことあるな、誰やったっけ、それ。最近独立した人じゃねえの、あの、乃木坂から。あれ白い、あの子、うん、ああ、なんで、なんでまだ。いや、今ね、なんか、見たら、乃木坂卒業が延期になったんだって。はいはいはい、見た見た見た。適当すぎるわ、お前。そうか、こういう話はできるんだよな。あの、そう、別館は。別館は、しょうもな、これ。ああ、まあいいわ。だから、あ、朝日なんかあんの？なんか話。なんだっけ、何を話して、ほら、お前が割り込んできたから、俺何を話してたか忘れちゃったよ、今。いやいや、俺のせいにすんなよ、お前。あ、ライブライブ、YouTube ライブを、だから林くんのとこで、やってみたら一人で。まあまあ、俺は俺で、まあ、いいわ。最近、林くんでもあれだろ、ツイキャスやってねえんだろ、そういえば。あのね、やる、5月の頭に、多分ビートルズスペシャルでやる。ビートルズ好きなやつ集まれっていう題でやる。ひたすらビートルズ。ずいぶん風呂敷広げたね。隠れビートルズ不安っていうか、本当に何だろうな、あの、不明踏んで、あなたはビートルズ不安ですかって言ってさ、不明がビートルズだったら踏めないみたいな人もおると思うねん、俺。これは何？わからんよ。わからんよ。ビートルズでもさ、あのね、ジョンは踏めてもポールは踏めないみたいな人もおるかもしれん。ああ、いるわな。うん。お前はポール派か、ジョン派かみたいな感じで、並べって言って。リンゴスターだったら躊躇なく踏めるって人いるだろうな。もう、リンゴスターだったらそのままフリスビーだわ。投げちゃうんだ。投げちゃったり。ジョージ・ハリスンとかだったら、もうそのまま何？ないわ。もうジョージ・ハリスンってもうないわ。いやいや、怒られるわ、これ。いや、ちょ、怒られるからやめよう。てぶ、なんやかよ、ジョージ・ハリスの俺、昔コンサートスタッフやったんだからな、俺。あー、言ってたよな。うん。最前線で見れたわけだろ？そうそうそう。だから俺は、ジョージ・ハリスンの、多分、俺らの連れの中では、うん。日本で、見れたっていうのは、かなり数少ない人の一人だと思うよ、俺。で、ジョージ・ハリスンもお前のことを見てたんだもんな。うん、それ、それ何の回で言ったかな、それ。何かの回で言ったよ、それ。言って、だいぶ昔の回で言ったよ。もういいよ、その。お前またそういうとまたエリック・クラプトになってくるでやめよう。アイコンタクトで、ヘイ、林、上がってきなっていうふうにジョージ・ハリスンが言ってたわけだろ。いや、全く見えへんよ。とにかく、ジョージあの時髭が濃かったから、もう髭でもう見えへんわ、もう。髭しか見えねえんか。もう髭でもう真っ暗だわ。髭と髪が長かったもんで。バーバーモジャみたいな感じ。ああ。それ何年ぐらいよ？あ、高校2年ぐらいかな。90年ぐらいか。91、うん、2年か。高校2年かな。高校2年の時に、センチュリーホールっていう名古屋の、市民会館、どっちだったの、うん、多分センチュリーホール、に来て、ね、エリック・ラプトン、ジョージ・ハリスンがさ、来日してさ、名古屋に来てさ、おーって言っとんだけど、俺後ろ見ちゃいかんねん。うん、ああ、そうだろうな、スタッフ。で、やっぱスタッフのやっぱ上の先輩の人がおるんだけど、うん、
で、やっぱ俺好きだから見るね。チラ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 。そこでホワイトルームとかさ、サンシャインルームランとかさ、はいはいはい、ホワイトマイギザージェントリーイープとかやるね。はい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 。で、うわ、チャチャチャ見るんだけど、うん、音は聞こえるんだけどな。やっぱ気になるもんで、ね、見るとさ、だからないい加減怒り出してね、俺めっちゃ説教されたの記憶あるんだけど。ああ、振り返るなって。そうそう、耳ぞうちゃんとしろって怒られてさ。へえ。でもね、当時ってなんだろうね。メンタルが相当強かったのか分かんないけど、アホなのか分かんないけど。うん。アホなんだろうな。うん、アホなんだろうな。うん、何にもくない、ああ、すいません、すいませんって感じだった。舐めたガキだわ。いや、お前言われたらないよ。お前、バイト一日行ってさ、もう電話もせず行かんやつに言われたらないわ。うん、俺は一応言うからな。あの、すいません、みたいな。今日もうこれやめさせていただきますんで、って。俺は言うから。お前は何もうブッチだろ。いや、そうだよ。電話線抜いちゃえばいいんだもんだって。うーわ、怖っ。まあ、でもな、その、コンサートスタッフのアルバイトはいい思い出だな、じゃあ。でもね、いい思い出って言うけどね、俺ね、うん、ほとんど覚えてへんで。怒られたこととか。そっちの方が覚えてんの？いや、そういうことしか覚えてへんねん、ほとんど。いや、マジで、思い出って不思議なもんで、その後どうなったのとか覚えてないんだよ。ああ、はいはいはい、はい。まあ、断片的だよな。断片的なんだよ。例えば、この間のさ、うん、ホームレスがさ、うちに訪ねてきた、うん。はい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 、はいうん。話したと思うんだけど、うん、じゃあ、その後どうしたかって言ったら、全く覚えてねえんだよ、俺。結果的にそれが兄貴だったって判明したっつ。だから、それはもう違うって言ったやろ、お前。でも、また話すよ、その頃に兄貴は12弦の立憲ばっか壊してたってのを覚えてるんだろ？あの人、いろいろ壊してるからな。もしかしたら、ギターじゃなくて、その時はベッドだったかもしれん。わからん。でも林くんの中では、立憲の12弦を壊してたっていう記憶が一番強いわけだよな。あいついろんなもん壊したの。部屋も壊した、家も壊したから。へぇ。家とか、電話とか、ベッドとか、壁とか、もういろんな。すげえな、手つけらんねえな。うん。もうボカボカに壊しとったから、うん、何を壊したかわからんけど、ドン、うわ、あ、ギャー、ボン、ボーンっていうのは、うん、もう横でいつも、はぁ、またやっとるわ、みたいな感じだったから。何を壊しとったか分からんけど、でもやっぱり、フーのピート・タウンゼントの立憲ばっかを壊しとるって壊れた時は、ちょっと俺ショックだったんだよ。嘘やろ、これ壊すんだったら俺にくれよ、みたいな。ああ、そういうのはあるよね。うん、そうそう。あれね、別にさ、ベッドとかさ、うん、電話とかさ、壁とかさ、別に壊れても別に関係あらへんやん。でもギター壊れたら、そのギターを俺にくれよ、みたいな。もったいなーってな。うん。それはあるからさ。だからそれはやっぱ覚えとるよ。嘘と思ったもん。なんでこんな死亡10万もする？いや、俺いいなと思ったの。うん。なんだったかな、あの時。なんかね、自動車免許を取りに行かなきゃいけないっていう、うん、変なね、名古屋のルールがあったの。名古屋ってのもあった。うん、トヨタってシッターもあったと思うんだけど。ああ、なるほどな。そう。で、兄貴はね、免許を取りに行くのやめたんだよ、途中で。第一段階かなんかで。で、なんかやめて、その代わり、ギター買ってくれみたいな。なんかそんなわけない。それ、じゃあさ、その途中まで行ったやつって、そのお金とか、その、なんだ、点数みたいなやつももう帰ってこないわけ？帰ってこない。うわ、もったいね。なんかね、でもあの頃は、まあ結構。まあ金持ちだったんだもんな、うん、その頃は。金持ちっていうかね、俺らには一切金持ちっていうこと見せなかったけど、失踪なんだぞ、貧しいんだぞってお袋言ってたけど、俺覚えとるもん。親父の部屋行ってさ、パッと財布見たらさ、100万円ぐらい入っとんねん。財布にバーンって。今思うとあれパクっときゃよかったなと思うもんな、今思うと。ああ、まあな。うん、まあなじゃねえよ。うん。いや、まあなだよ、まあなだよ。いいんだよ、そこは。そこはいいんだよ、同調していいんだよ、そこは。で、あの時、おふくろがさ、俺興奮あったよって言ったらさ、そのこと私ね、全く知らんよ、みたいなこと言っとんね、うちのおふくろ。すげえな。だって、最初はだって、あれだろう、うん、ホームレスだったわけだろ、イカ持った。100万円財布に入れるとこまで行ったんだ。いや、何、お前の何、その、ボケに俺は突っ込んでいくっていうチャンネルか、これは。めんどくさいけど、やめようか、このチャンネル。だって自分から言い出したんじゃん。いや、お前が言っとる、イカ持ったよ、覚えとんのはイカ、もう。一夜干しとかじゃなくて。そのさ、一夜干しの方が持ちやすいぞ。違う、知らないよ、お前。一夜干しとか、で、小学生の俺がな、この人一夜干し持っとんなって思うか、小学生だよ。おっさんか、お前。でも、ぬるぬるしてたってことは生だな。いや、ぬるぬるしてたかも、イカだもん。生のイカを持つのは覚えとんの。生のイカ。どうするつもりだったんだろうな、それをな。いや、そんなこと言ったらもう、過去のね、いろんなことパッパッパッと振り返ると、うん、何だったんだろうっていうことはやっぱいっぱいあるけど。それなんでピンポンピンポンその、お金くださいっていう感じで来たの、うん、
いいえ、だから、とりあえず、ピンポンピンポンしたもんで、なんだろうと思って、うん、当時ってさ、普通に来るじゃん。その営業っていうか、ね、訪問で。ああ、まあね、いろいろ来るよね。何でも来るじゃん。まあ、今みたいに電話とか普及もしてないし。はいはいはい、はい。うん、だからピンポンって来たから、お客さん来たなと思って、誰だろうってバーって開けた時に、うん、髪がブワーっと真っ白、白髪いっぱい生えた、ビリッビリの服で、ヒゲボーボーの人が、でもね、当時多かったの。足利ではあんまないかもしれんけど、名古屋ってね、うん、本当に当時不老者多かったんだよ。あのね、名駅とか栄とか行くと、そっから順に段ボールで、もう寝たきりの人とかいっぱいおったから。で、藤ヶ丘にもいたの。そういう、何、その、高架下みたいなところでさ、布団で寝っ転んでるとか、なんかもう髪とかボサボサで、服も、めっちゃくちゃ臭いの。もう風呂、もう何年入っとらんの、めっちゃくちゃ臭いんだけど、で、ゴミとか漁ってるのもいっぱいいたの、そういう人いっぱい。当時。はい。これやっぱね、名古屋、そこはやっぱ足利と名古屋の違いかもしれん。だってやっぱりな、昔は新宿とかもめちゃくちゃホームレスいたからな。そうそうそう。いやいや、だから、そうそう。だから名古屋にもやっぱそういう人がいて、食べ物の余ったものとかさ。すげえよな。でもそこから藤ヶ丘に一軒家建てるとこまで行ったんだろう。そこまで、え、どういうこと？何言ったもんね。ちょっと、もうお前めんどくせえな。もうやめ、これあげるんだろう、お前どうせ、これネットに。もういいや、もうなんやねん、お前。めんどくせえやっちゃな、お前に。浅川図です。サブチャンネルもやってます。浅川図のビデオと猫で検索してください。説明欄にリンクもありますので、よろしくお願いします。林刑事です。段階陣営ナウっていうチャンネルもやってますんで、ぜひ検索してみてください。よろしく。よろしければチャンネル登録お願いします。